着物で賛否両論ある話をしてみたいと思います。着物を着て腕時計はありかなしかについてです。はい、賛否両論企画始めてみたいと思います。何でもそうですけど、一つの物事があって、それについて良しとする人と否とする人と、まあどっちでもいいんじゃないという人がいると思いますが、ことのほかその話題についてはそれが分かれるよねっていうのが賛否両論企画だと思います。代表的な話だとすると、目玉焼き、目玉焼きに何をかけて食べますかとか、どういうふうに焼きますかというのはね、国を超えた論争になるぐらい賛否両論があるわけで、今日は着物姿の腕時計についてお話してみたいと思います。さてさて、着物姿で腕時計をするのにありかなしかという質問をしたら、皆さんどう答えるでしょう。昔ながらの着物ファンだと、着物に腕時計は好ましくないとおっしゃるし、近頃の人は別に問題ないんじゃないって答えるし、まあもっと若い人だとスマホあるから時計しないっていうの話になるかと思います。はい、結論から言うと、着物に腕時計は僕は丸だと思っています。ただ自分の子供が結婚するときとかにお客様を多数呼び寄せる時の時計はギラギラしたやつじゃなくて、ちょっとおとなしめの、主張してない時計の方がいいかなと思うくらいです。そういう時、意外だとしたのは別に言われる筋合いがないかなと。洋服につけてる自分の好きな時計をつけても問題ないんじゃないかなと思います。着物姿に腕時計をしちゃいけない、もしくは好ましくないとされる風潮としては、そもそも、着物という文化がですね、脈々と受け継がれてきて、そもそも日本人がアクセサリーを身につけるという文化がなかったから、着物に腕時計をしない、また着物に宝石をつけない、着物にピアスをつけないみたいな話になってくるわけで、諸外国の洋服の文化でもこういう装飾品をつけている背景があるということから、着物だと装飾品はつけないよねという大きな流れができてきたんだと思います。まあ、結婚式の時については指輪はなるべく真珠かダイヤがいいっていうふうに言われてますけど、それは別に洋服だってそうなわけでね、洋服で言ったってフォーマルなシーンだとパール、というふうに決まってますし、もしくはプレーンなダイヤの指輪みたいな話になるわけで、色石はあんまりつけないということについては、着物もそれに習ってできるだけフォーマルな、ピアスの、真珠のピアスだったり、時計もなるべくギラギラしないものをつけるなんていう流れなんじゃないかなと思っています。ことのほかカジュアルシーンで着物を着る分にはどんな時計つけてたって構いませんし、まあパブリック並みのねフレーバーフレップみたいな時計の付け方でも何や言われる筋合いはないような気がします。まあフレーバーフレップみたいにするかどうかは別の話ですけどね。はい、ということで今日は賛否両論企画、着物に腕時計はありかなしかについてお話してみました。